さあ、このあたりでいいですかね。<laughs> さあ、緑が。はい、センター。もうちょいか。以上。以上。どう、大丈夫かな。もうちょい。こっちか。こうか。ええー、皆さん。ええー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。カ亀梨和也です。ええー、この度ですね。ええー、本日から。 YouTube を始めさせていただきますイエイ <laughs> ということで、えー、これまで、まあ、歌って踊ってそして、えー、テレビドラマであったり、えー、映画、えー、舞台スポーツバラエティ情報番組いろいろとですねお仕事させてもらってきてはいるんですけどここになんと YouTuber という肩書きがつきます よろししくお願いしますこう全部ちょっとね一人で拍手で恥ずかしいんですけれど、まあ、とにかく今回あの「なぜ亀梨 YouTube を始めるの?」っていうところなんですけれど、まあ、これはあの次の「#2」でいろいろと細かくはお話ししていきたいんですが、まあ、大前提にまず自分の頭の中にあるものであったりこれまで あの本当に大切にしてきたスタッフさんも含めてですね仲間、うん、後輩先輩もそうですし、まあ、それ以外のつな、うん、がりというものをとにかくこう今後もいろいろ状況が変わる中で、えー、僕自身が大切にこれまでつながってきた人や物というものを今後もしっかり、うん、大切にしていきたいというそういう思いの中で、えー、自分の。えー こういういチャンネルを持つことであのいい形でみんなとつながっていけるんじゃないかなとそして応援してくださっているファンの皆さんたちにも一番いい形でえつながり共有ができるんじゃないかなとさらにはこれまでねあまりこう亀梨知らないなという方たちにも自分ってこういう人間です自分ってこういう生き方してますうんそういうものを身近に感じてもらえるそういう チャンネルにしていいきたいと思います、まあ、今回自分が YouTube チャンネルを作らせてもらうということにあたってまあスタッフさんに声をかけたりとかこんなことやるんだってお話したときに結構まあ仲間内後輩とかもそうですねであったりアスリートのお友達であったりとかも「ええー、いいじゃん」出させてよ」なんてねこうみんな声出してくれて早速なんと 後輩くんが <laughs> 来てくれると、だその企画もちょっと考えていて、まあ、大きくは自分がまずやりたいことであったりとかをいろいろ形にしていきたいなでさらにはこう YouTuber っぽいこととかもチャレンジしてみたいなとか、まあ、あとは人とのつながりですねこの「人とのつながり」という企画の中で早速後輩が「行きたいっす」ってこう言ってくれて。で彼らととのののこの時間いうのはなんか 決まったものはなく、本当二人なり三人とかでこう話しながら何しようかこうしようかっていうものを作っていきたいと思っております。はい。なのでまず関係がね深いあの後輩くんの一人が出たいです。やりますよ出ますよっていう声を出してくれたので早速来てくれてます。ヒント。<laughs> こういうさテレビ的な。 ちょっとごめんなさいね本当にもう早く言えよみたいな身長高いですめちゃくちゃ踊ってます、えー、僕のバックのコンサートにも出てくれてますソロの、えー、目がつきます <laughs> でソロコンサートの時に僕を将来養ってくれるっていう約束をしてる人ですねもう十分今養って養っていけるはずなんですけど この間ちょっと話したら「いやまだちょっと亀梨君の家賃を毎月払うのは」って言ってたんですけど、まあ、そんなあの関係がある彼がまず最初に出てくれるということなんで実は今日も早速この夜あの一緒に撮影するだから撮影するんだけど撮影するって感覚でもないな,なんか多分序盤はこれまで自分が過ごしてきた時間とか、うん、プライベートで彼らと。 なんかそんなものを形にして皆さんにこう楽しんでもらえたらいいのかななんて思っていてまあ応う,う話しますけど詳しくは今ねさまざまな状況の中であの先々がちょっとこう不透明な部分も正直あるんですけれど僕としてこれまでやっぱ築き上げてきたつながってきたこの塾っていうのはしっかり大切にしたいなっていう思いの中でこのチャンネルでそれを形に皆さんにもしっかり 提示したいし、うん、そういったところでは彼らとしっかりつながっていく場にも、うん、したいと思っています。まずそれを、うん、実現していきたいなと思います。うん、というわけで始まります。はい、皆さんよろしくお願いします。えー、こうやってやんのかな、<laughs> やんなくていいのかな。はい、チャンネルチャンネル登録。 よろししくお願いしますおなんかめちゃくちゃ恥ずかしいけど嬉しいしチャンネル登録、えー、高評価、えー、コメントぜひぜひどしどしお待ちしておりますこんなことやってほしいあんなことやってほしいこれ違うよこうじゃない何でもいいです、えー、とにかく皆さんのリアクションが、えー、このチャンネルとともにあーのー大きな輪になっていってくれたら嬉しいなと思いますので、えー、ぜひぜひ皆さんご参加くださいよろしくお願いします